煽り運転をする人の特徴とは。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。 YT さん、煽り運転をする人は精神的にどんな問題がありますか。巷に話題となっている煽り運転ですけども、私テレビとか見ないんですけども、たまたまこの間逮捕された方のね動画を見ましたけど、すごい剣幕でしたね。皆さんもご覧になった方多いと思いますけどね、感情のコントロールができないという状態でございますね。警察等に取り押さえられそうになってもものすごい態度をとっておりましたので、アドレナリン型って言ったらいいんでしょうかね。怒りっていうのはアドレナリンという物質がね出るんですけども、カッとしたらどうにもコントロールができなくなるようなタイプでしょうね。アドレナリンが普通の人にもおそらくはわーっと出やすいという、皆さんの周りにも怒りっぽい人とかカッとしやすい人ってねおそらくいると思うんですけども、そういうタイプですね。ですからそういう人に走しなさいこうしなさいと言っても聞かないよね。自分でコントロール不能だし、それ自身に気づいてないっていうのが一つの問題でございます。関わらないようにするっていうのが一番の、ね、対処法だと思いますけども。さて、怒りのコントロールっていうのが出ましたので、例えば自分がカットした時どうしたらいいのっていうですね、よくあるのが自分の怒りをコントロールできないんですって質問が時々あったりするので、その話をしようと思うんですけど、カットすることってあると思うんですけど、アドレナリンがワッと出たらだいたい6秒ぐらいでアドレナリンのピークは過ぎ去って、あとずっと下がっていくと言われてるんですね。だからさっきの煽り運転の人とかは多分それで続けるというか、また相手の対応とかによってカットして、5秒か10秒おきにまた相手がなんか無視したからまたカットするとか、相手に言ったことに対してカットするとか、アドレナリンが何度も何度も出てるんじゃないかなと私は思うんですけども、普通の人はカットしても大体6秒我慢すれば収まると言われています。少なくともピークよりは下がるんですね。だから売り言葉に買い言葉じゃなくて、10秒黙ってると怒りが収まってきます。最近読んで面白い本がありました。怒りにとらわれないマインドフルネスという精神科医の藤井秀夫先生、鹿児島で精神科やられてる先生なんですけど、最近マインドフルネスっていうのがすごくね流行ってきてます。マインドフルネスは瞑想みたいなやつですけども、日本のマインドフルネスの先駆者的な10年以上昔からマインドフルネスのことをね研究されている先生でございます。先生が言うとこの怒りにとらわれないマインドフルネスというか、まさにタイムリーだと思うんですけど、マインドフルネス的に怒りを抑えるにはどうしたらいいかって とても簡単ですね。私は今怒っているっていう風にまず10秒間思って、基本的に10秒間それを考えるだけでいいってことですね。つまりさっきの煽り運転の人とかは、まず自分が怒ってるってこと自体に気づいてないわけです。自分に怒ってるってことを気づくと、動画で撮られてるような部分で自分を客観視するわけです。今自分すげえ怒ってるじゃん、今俺結構大声でどうなっちゃったっていうのをこっちで動画で撮ってたらどういう風に見えるんだっていうことですね。みたいな風に自分を客観的に見ると、どういうことになるかというと、あ、言い過ぎたなとか、あ、ちょっとやばいこれみたいな風に反省したり、行動を変えようって気持ちが自然と出ますよね。だから怒った時、自分は怒っている、やばいやばいっていう風に思うだけで自然と怒りが収まるという一つの方法ですね。あといろんな方法が書かれてます。例えば10秒でゆっくり深呼吸をすると、あ、怒ってる、やばいやばいって言って、ゆっくり10秒間で息を吸ってふーっと息を吐く。そうすると怒りのピークの6秒が過ぎ去っていきますので、どうやってその10秒をやり過ごすかっていう方法がいくつか書かれております。とても簡単な方法です。一番簡単なのがさっき言った自分は怒ってるっていうのをまず意識するっていうのが一番の基本になるんですけども、これは他のものにも全部使えます。不安の抑える方法もそうですけども、あるいは自分がイライラしてる時も、あ、今自分イライラしてきたっていうふうにまず思うことが重要なんですね。そしたらちょっと仕事やりすぎてるからちょっと休んだ方がいいかなとか、少し落ち着くまでどっか散歩しようとか、そういう発想っていうのが出てくるんですね。自分が今どういう状態かを客観的に見ることができると、自然とそれに対して対処しようとか、あ、このままでいくとまずいなと思うからちょっと外そうとか、そういうことができるようになってくるので、まずマインドフルネスって何かっていうと、今ここにっていうところに注目する、今の自分の気持ちをありのままに見ていく、ありのままに見ていくというのはさっき客観的に見ていくってことですね。だから感情に人間と飲み込まれるんですよ。感情に飲み込まれると全く周りが見えなくなる。先ほどの煽り運転の人がそうですね。怒りに包まれて、あー、なんだこの野郎バカ野郎っていうので全部覆われてしまっているので、さらに怒り怒りっていう風になってしまう。それを取り払って上から見てる、あるいは動画で見られてるように、あ、やばい、自分怒っちゃった、自分は怒ってるなっていう風にただ見るだけでですね、怒りのコントロールというのは非常にやりやすいものになっております。残りっぽい人とか非常に参考になると思うので、怒りに捉えないマインドフルネス面白いと思います。という形で皆さん、いろんな感情をコントロールできないと相手に対してはそういう風にネガティブな印象を与えたりすることっていうのがありますので、感情コントロールの練習をしていくということはとても重要じゃないかなと思います。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。